ゆうちゃんとエッソード魂。おはようございます。始まりましたゆうちゃらのエスオータ魂。皆さん、パチンコ業界って意外と人材難なんですよ。今見てる皆さん、頭にこう思い浮かべてください。どれだけ知ってるライターさん、演者さんいますか？結構限られてますよね。考えてみると、あれ、20〜30人くらいしかいねえんじゃねえかなって思いませんか？で、だいたいね、この手の番組ってね、その20〜30人がずっとぐるぐる回ってるだけなんですよ。あの人とあの人がついにコラボとかつっても、もう他の媒体でやってるっちゅうのっていう感じで、この番組もですね、まあ、いわば、まあ、この業界のライターさんとか演者さんが遊びに来てくれてるわけですけれども、まあ、ある程度もう一周回ってきたんじゃないかなという感じでございました。そしてですね、本日のゲスト、ついにこのパチンコ業界という枠を超えてとんでもない方が来てくれました。というわけで本日のゲストどうぞ。ゼルゼル、どうも、スズルです。よろしくお願いします。スズルと申します。はい、お願いします。基本的にこの番組ってパチンコ打たれる方が見てるんですけど、はい、パチンコ見てる方、なかなかスズルさんのことを知らない方も僕多いんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、なのでちょっと簡単に自己紹介をしていただけると。そうですね、はい、僕はスズル TV という名前で YouTube で毎日ラーメンをすする動画をアップしてて、今5年以上もう毎日ラーメンをすすっている YouTuber です。、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、スズルさんっておそらく一般知名度で言うと、こんな俺みたいなドカス底辺と違って一般知名度はめちゃくちゃ高いです。パチンコ打たない方、特に中高生とかが多いんじゃないかなっていう感じなんですよ。はい、で、ちなみにこちらの番組パチンコ番組ですけれども、スズルさん、はい、パチンコスロットは、はい、以前は結構スロット好きで打ってました。それこそ北斗転生とかの AT 機は結構打ってましたね。あ、その頃やってたんですか？絆とか、はい、絆とかの時代もやってました。やってた、はい、今はもう本当、まあ、花火をたしなむぐらいの感じですね。花火はでも打つんですね。花火はたまに打つこともあります。あ、パチンコするとやられるんですね。やりますね。すごい新鮮な感じがするんですけれども、まあ、すするさんが来てくれたということで、お楽しみのラーメンパートもどうやらあるみたいなんですけれども、楽しみですね。はい、ちなみにこちらの番組は、パチンコスロットの愛を語るという番組になっておりますので、はい、収支とか勝った負けた云々よりも、うんうん、その台についてどれだけ愛があるかを喋れるかという超本格派スロット番組でございます。ですよね。すっげえ気合い入ってですよね。そうです、そうです。今みんなうんうんうなずいてます。なるほど、はいはい、愛をどれだけ語れるかっていうのを、はい、もうね、ずっと1年以上やってきて、はいはい、もうラーメンといえばすする TV のように、うんうん、パチンコスロットの番組といえばもうエソタ魂っていう、なるほど、それだけ格式の高い番組なんですよ。おお、そう、愛を伝える番組なので、はいはい、はいはい、なのでもう愛を存分に伝えられたらと思います。伝えられたらと、はい、僕は毎回もすごい愛を語ってるので。あ、そうなんですね、はい、僕も負けずにちょっと愛を語っていきたいと思います。はい、負けずにというか、むしろメインでお願いします。あ、頑張ります。むしろメインの気持ちで、はい、はいはい、というわけなので、実践台はとりあえず並んで今日僕おしゃべりして打ちたいなと思ったので、僕は6号機の寝台を打ちました。すするさんにはちょっとよくわかんないけど、とりあえずリゼロを適当に進めてみました。はい、意味はありません。はい、というわけで、じゃあ2人の実践今日やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ本日はよろしくお願いいたします。よろしくします。はい、じゃあ実践スタートということで、お願いします。さあ、すするさん、はい、僕らが今売ってる台が、はい、ダイト技研っていうメーカーの台です。はいはい、そうですね、はい、リゼロとマサムネ、はい、とりあえず行ってみましょうか。はい、行きましょう。はい、うるさっ。すするさん、引っかかりましたね。はい、このダイト技研っていう台はもうね、はい、初期設定の音量が頭おかしいんじゃねえかっていうくらい爆音です。これ音量下げましょう。あ、下げますか。はい、1プレイ回してください。はい、1プレイ回してここを押してください。はいはいはい、ほら、こんな音で打てるわけねえだろ。マジでうるさい。大都議権よ。本当に頭がおかしいんですよ。初期設定がこれですよ。狂ってますね、これは。気が狂ってますよね。
当たったらこの音量で流れるんですよ。やばい、もうちょい下げだってということで、はい、3くらいにしましょう。3くらいで、はいはい、3くらい、はい、でこれ罠なのが、はい、トイレ行ったりタバコ吸って戻ってくるとまたマックスになってるんで、あ、戻るんですよこれ。やば、気をつけてください。気をつけます。これダイトの罠です。じゃあ打ちましょうか。すごいな、打ちましょう。はい、でもすずれさんも前までパチスロやってて、はい、今やらないってことは、はい、それどういう理由ですか？飽きたとかつまらんとかですか？ああ、まあそうっす、まあ、時間も結構なくなっちゃって、はい、それでやっぱなかなか打つ機会も減ってって、はい、まあ、気づいたら全然いかなくなっちゃったって感じですね。ああ、なるほどですね、はい、それ僕すずれさんのこと僕知ってるようではっきり言って何も知らないので。そうなんです。知ってるって何も知らないです。だってラーメン食べる人っていう本当に一般視聴者と同じ目線ですよ。そうです、もう大きな括りで言うとそれですから、はい、はい、いろいろ教えてほしいんですけど、はい、ぜひぜひ。まあちょっと合コンみたいですけど、あの年は、あ、年僕28です。若いね。いや、もう争わっすよですね。28。はい、28です。で、YouTuber 歴が？は5年ぐらいですかね。5年。はい、5年。始めたきっかけって何なんですか？まあ、最初まあノリみたいな感じです。本当友達が動画の編集できるんで。はいはいはい、でじゃあまあ YouTube でちょっと、まあ、元々ラーメン好きだったっていうのもあって、はい、ラーメン毎日食べる動画やってみようかって、本当もう学生の軽いノリみたいな感じで始めたのがきっかけですね。なるほどですね、はい、今ってどっか事務所とか所属してるんですか？今、あ、僕は所属してなくて、あ、個人の個人事務所でやってます。へえ、はい、あれなんか勝ってますよね。ちゃんめから決まったぞ。え、すごっ。こんな簡単に当たる台だと思わなかった。僕初めて打つ台なんで。初打ちなんですね。はい、だから6号機なんで、これもまた結構引っ張られるかなと思いきや66ゲームですね。これなんだ、すごい。あ、チャンスゾーン。やられましたね、すずるさん。当たったって思うじゃないですか。はいはい、当たったと思ったらチャンスゾーンなんですよ。これがまさに今のパチスロー。ひどいですよね。ちょっと罠でしたね。ひどいですよね。はい、本当に。当たったと思いましたもん、今。え、なにこれ、なにこれ、あ、ポイントため、なにこれ、ふざけんなよ。ポイントためだったらマジでふざけんなよ。ひどいな。え、当たってないのこれ。でさ、これ今だからやれてるけど、これがね、あの、はいはいはい、座った時の音量だったらじゃあどうなるか。いや、やばそう。えぐい、えぐい。いや、すごいな。当たってなくてこの音量っすか。マジでやばいっす。的確。当たってなくてこの音量。これ出すぎでしょ、もう。すごい。いや、今日一の名言出ましたよ、斉藤さん。普段パチンコのそれやらないすするさんが当たってなくてこの音量っすか。これやばいっすね、だいぶ。的確、的確。パンチがすごいわ、マジで。すげえ、やばいっすね。そうですね。で、すずるさん、ここでまた質問入れていいですか？はい、僕にはこれ金色に見えるんですけど、どうですか？めっちゃ熱そうではありますよ。そうですよね、はい、僕には金色、つまり透角に見えるんですけど、うん、はいはいはい、どうですかね。どうなんだろう、これわかんないんですよ、はい、あ、もう熱そうだけどな。パチンコスロットってだいたい金って当たりじゃないですか。そうですね、当たりのイメージありますね。僕には金色に見えるんですよ。金です。あれあれあれ、すするさん、これが今のパチンコパチスロなんですよ。そういうことなんですね。俺は金に見えるんですけど、どうやらあれは悪意の黄色だったみたいですね。悪意の黄色。黄色だったのか、あれ。そう、黄色。悪意を存分に盛り込んだ黄色ですね、あれは。ひでえな。いや、悪意感じますね、これ。あ、僕もこれ、なんかいい感じになってきたな。お、すごい溜まってる。あー、さすがにここで期待できんじゃない？紫まで行ったよ。お、紫は熱いっすよ、さすがに。うん、下手したら赤まで行くかもしんない。お、700じゃ無理か、紫止まりか。これそこそこ期待できるんじゃないですか、通る期待度。はい、最終が、お、これ赤行くかもしんない。めっちゃ乗ってる。で、810で赤行かない。あ、行った。おお、すずるさん、これは熱い。赤ですよ、これは。本物の赤ですね、はい、これは本物、はい、悪意のない赤ですね。悪意がない、純粋な赤です。これあるんじゃないですか。さすがにありそう。はい、
お、いやこれ行くだろ、これ決まるだろ、これで通んなかったら録音機嘘だぞ。いただきました、1回目。よーし、当たった。ダイトさん、素晴らしい台をありがとうございます。当たったらもう当たったら当たったら何でも OK。 当たったら OK、 当たったら OK。 すごい。さあ当たりました。投資 4K でチャンスゾーンから、無理やり止めましたね。さあどうなってく。6号機なので、すするさんが打ってた頃のパチスロと違って、はい、どんだけ出ても2400枚までなんですよ。あ、聞いたことありますよね、はい、の、はい、そうなんですよ。なるほど、2400枚でもストップされる。そうなんですよ、ひどくないですか。それ、ひどいですね。ひどいですよね。はい、シングル。あ、ほうほう、上げていくのか。まあとりあえず普通の連打いこうか。はい、結構上がりますね。60%。 いいのか悪いのかって感じだな。ほどほどって感じ。2戦突破か。 60% を2回通せばいいと。うーん、うん、6号機ってこういうパーセンテージを何回突破できるかみたいなのが多くて。あ、そうなんですか。その台も同じです、はい、何パーセントを3回突破せよみたいな。へー、はい、3回突破すると結構熱いというか。それでも大当たりなんですよ。あ、そういうことなんですね。で、すするさん1体撃破持ってるんで、はい、2回通せばいいんですよ。あ、なるほどなるほど。激アツ激アツ。だいぶアドバンテージがありますね。だいぶ。おお。さあ、バトルでございます。60% を2回で、メイン大当たりですね。ちょっといいのか悪いのか分かんない。まあでも 60% だから1回は通るだろう。青文字出ましたよ。ちょっとチャンスアップ。はい、いけいけいけ。よし、あ、もう取ったべ、取ったべ、取ったね。さすがにこれは取ったべ。すごい。これでサスケが勝ったらもう悪意の塊ですよ。先制取ったのに負けるんかいっていう、ね、そんなパチスロはあっちゃいけない。はい、1戦目。はい、おお、押させてくれなかった。はい、とりあえず1戦目クリア。おお、あともう1人です。残り1戦。ああ、これでまた残り50枚。あ、残り40枚ってなった。はい、あっという間に枚数取ってバトルです。ちょっと強そうじゃない。これはなんか一番強そうなやつ来たね。またべ、ああ、チャンスアップがない。こうなると俺はもう無理だとちょっと思っちゃうな。ほらほらほら、正直無理でしょ。俺はこれ来ると思うよ。あー、ほら、もう多分俺6号機に対してすごいネガティブなんでしょうね。チャンスアップがないともう絶対青が来るってもう予言してましたからね。もう脳が思っちゃってるんだね。さて、終了画面にこれ示唆あるかどうかわかんない。とりあえず後で調べます。うわー、せっかく当たったのに100枚出て終了です。うーん、100枚か。お、また異世界体操だね。あ、人気のチャンスゾーン。あ、人気の、人気の、人気の来た。人気のチャンスゾーン、そう、来た来た。あ、でもそろそろ1000貯まるから。待てよ、すするさんの方もちょっと線いくかどうかですが、僕もなんか赤来たってことはまたこれなんかいくんじゃない。ほら、おお、これ当たりの方、当たりっぽくないですか。これ直撃の方じゃない。熱っ。すするさん、はい、これどう見てもレインボーですよね。これはさすがにレインボーです。これレインボーですよね、はい、
これでまたポイント貯めだったら俺はこれ悪意の塊だと思うんですけど、これは悪意ですね、はい、これはでもさすがに直撃だと思います、はい、おお当たりの方だよね。あ、当たった、当たった、すごいですね。なんで当たった、直撃当たり、へえ、いきなり当たったぞ。95ゲームです。やった、やりました。まあ、とりあえず僕2回目なんで、すずるさんはあと50ポイントです。そうですね、はい、頑張ります。ポイントそこ重要です、はい、ここ超えろ、ここ、はい、超えるね。お、あ、超えねえんだ、背景赤まで行って超えねえんだ。結局60回、あともう、あ、これで行きましたね。行きましたね、はい、ルーレットです、はい。あ、緑そこそこいいですよ。あ、そこそこいい方ですか。これ通りそうな雰囲気ですよ。あ、マジですか、はい、あ、頑張れるかも、はい、まあ、700まで当たんないですけど。それはしんどいな、それがしんどいわしんどいですよね、しんどいんですよ、6号機は。あ、赤まで行った赤まで、あ、ここで当たるね、はい、これ、ここで当たるね、当たりますかね。あ、思ったより早かった。お、700まで行かずに、赤来たらもう当たりですか。あ、赤当たりっすか、はい、大丈夫です。やった、欧州のためにも世は負けられるのだ。俺の方ダメっぽいな、2人でこのおじさん出てくるのデフォルトなの、絶対勝てないじゃん。お、青でしょ、青、青だよ、青なんだ直撃引いても無理な、ダメやか、おい、でもちょっと待って、終了画面良さそうなんだけど、熱そうですね、なんかなんか良さそうなね、画面に見えますね。調べよう。お、うん、おめでとうございます。おー、うん、ブルブルだ、やったぜ。さあ、すするさん、はい、これで大当たりの、スタートラインに立ったと思ってください。あ、まだ当たりじゃないですかえ、正確に言うとここからベルナミ5回出てくるんですけど、はい、白芸戦といってクジラを3体倒さないと本物の大当たりにはたどり着けません。うわ、あ、で、そのうちの1体はもう、そうそうそう、撃破されてる、1体撃破です。なので結構熱いですよ。なるほどなるほど、はい、ここで叩きどころですね。はい、はい、頑張ります。勝てばラーメン30杯が出てきますそれくらいが、ラーメン食わしてほしい、本当にさあ、頑張る。そう、これ狙うんですか。そう、白、白を狙う、白狙って、で、次真ん中、はい、OK です。はい、エンダー、はい、うわ、意外と上がんなかったな。 あんまりっすね。ちょっと緑持ってる割にはもうちょっといってほしかった。 63% か、はい、あ、これで、そうです、そうです、これを3回、3体、なるほど、はい、とりあえずこいつは倒しました。はいはいはい、はい、1体撃破で、1体撃破、おお、え、おお、おめでとう。え、あ、もう当たりすごいとこ、薄いとこ引きました。やった、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 やったぜやった、やった、これでじゃあラーメン30杯30杯あざーすありがとうございます。やった、30杯やったぜ、すごい、一発で仕留めました。やりましたね、やりました、よかったよかった。薄いところ一発抽選フラグ通りましたよ。あ、本当ですか、はい、あ、結構薄そうなところじゃん、はい、やったやった、これがトップ YouTuber の力だと見たか、白ゲート、やりましたやりました、これで当たりかな。やった、はい、このおねだりアタックでどれだけゲーム数取れるかめっちゃ重要です。あ、ここも大事なんですね、はい、やべやべ頑張ろう。これは普通に打っちゃって大丈夫ですか。はい、普通に打ってナビ出たらナビ通り。なるほど、連打しましょう。連打、はい、え、すごい乗るじゃん。あ、24やった、いいですよいいですよ、いいぞいいぞ、10、あれ、いいですね、いい感じですか。おお、これレア役とかやっぱ引いたら、引いたら熱いですね、熱いですよね、はい、うん、10、あ、結構でも
あ、連打。あれ連打来た、連打。すするさん、これ弱 AT かと思うけど、強 AT。 え、強とかあるんですか。はい、ラーメン30杯で済まないかもしれない。マジですか。ラーメン70杯くらい食えるかもしれない。めちゃくちゃ食えるじゃん。やった。来月までいける。やったやった。あ、すごい。何これ、すごいよ、すするさん。レインボー、レインボーしようって。え、え、え、あ、 5? 5? 5? 5なんてことあるの。レインボーで 5? あ、え、何何何、すごい。え、すずるくん、すごいの。めっちゃめっちゃ偉いやつ。すごいすごい、偉いやつ。これはすごい。わー、おー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 、すごい。50ゲームか。やった。これ完走狙える AT だね。マジっすか。そんなやばいやばいやばい。うわすごい。157ゲーム上手すぎるよ。レインボーさんね。やったー。ちょっと待って、これ順当8枚くらいだっけ。8枚ですね。多分ね、乾燥いけると思うんだ。乾燥いったら、だから、62.5杯。やばい、来月までいける。これ、これで、これで食える、これで。これで頑張ろう、リゼロ。頑張って、頑張って。はい、頑張ります、はい、じゃあ。乾燥目指して。これ、何回か上乗せ取れたら、おそらく乾燥モードいって2400枚狙える今、レベルまで来てるんで。そこまで来てるんです、今。頑張ります、頑張ります。やった。ちょっと上乗せ取れてませんね。そうっす、ちょっとやばいっす、このままこうなると怖いっす。はい、ちょっとレア役引かないと。あとちょっと上乗せ取れればもう完走いけるレベルなんですよ。あ、もう本当っすか。はい、結構マジ大事なとこなんですよ。めっちゃ大事っす。やばいやばい。お、わあ、行かないっすね。行かないっすね、なかなか。あ、レア役。やっと待望の、待望のレア役。あ、でもチャンス目、いいじゃないですか。チャンス目は良さそうっすね。良さそうっすね。来たんじゃないですか。チャンス目はいけるだろう。何かしら。千枚オーバー。8点。頑張れ。どうだろう。ここ通れば可能性ある。頑張れ。お願い。よーし、さあチャンス目から何が出てくる、何出てくるか重要ですよ。ゼロカールレットで上乗せ、上乗せ、はい、3ゲームです。10、まあまあまあ、とりあえず悪くない悪くない、とりあえず10。いいよいいよ。オッケーオッケーオッケー。これを積み重ねていけば、あ、白白、中の白、中の白欲しいですね。中の白、中の 白。さあ、お、え、レア役だ。最後の最後、最終ゲームレア役。追加か。ああ、待って、まだ1ゲームチャンスあるから。まだあります。はい、ちょっともう回してください。そこで頑張って、ここで引きたかったね。ああ、終わっちゃった、終わっちゃった。いやー、残念。1329枚ですね。いやー、いやでも良かったっすよ。いやもう結構そうですね、ほんと出ましたね。結構出た出た、すごいな。出玉がほんと早いっすね、やっぱ。もうそうなんですよ、6号機のいいとこがそこなんですよね。なるほど、はい、いいとこ見れたな今日。はい、ごちそうさまでした。というわけで前夜さんに行ってきたんですけれども、すする TV。 すごい。